エリザベス・メドラリーは、オーガスタリーの三女。公的には、オーガスタの夫、ジョージ・リー・大佐の娘とされているが、実際の父親は、オーガスタのイボ帝で詩人のジョージ・ゴードン・バイロンであると、言われている。このことについては、様々な憶測があるが、確実なことはわかっていない。映画、レディ・キャロラインで有名なレディ・キャロライン・ラムやバイロン夫人、アナベラ・ミルバンクは、 それが事実であると信じていた。ただし、バイロン夫人については、その行動との矛盾が指摘されている。彼女もその噂を耳にしたはずなのに、なぜ、バイロンと結婚したのか。映画ラブレスが生まれる1ヶ月前には結婚生活が破綻していて、オーガスタにロンドンへ来て助けてほしいと頼んでいる。オーガスタとバイロンの関係を疑っていたとすれば、そのような行動は取らないはずである。 子供のミドルネームはバイロンの死、海賊に出てくる女主人公から取られた。家族の間では、彼女はエリザベスかディビーと呼ばれて育つが、後に自らメドラと名乗るようになった。このような名前が付けられたことも噂を助長する結果になった。バイロンは、キャロラインラムの義母メルボン夫人に宛てた手紙で、猿でなくてよかったと、近親相関をほのめかしているが、 これは常に反逆時を気取っていた、バイロンの悪ふざけの可能性もある。結果的に、妻、アナベラ・ミルバンクとの不和と、近親相関のスキャンダルに耐えきれなくなり、バイロンはイギリスを捨てて、流浪の旅に出ることになる。メドラの人生も、波乱に満ちたものとなった。まだ10代の頃、上司、ジョージアナの夫ヘンリー・トレバニオンと恋愛関係に、陥り、駆け落ちをした。 ヘンリーは1834年5月に生まれたメドラの娘マリーの父親だった。メドラとマリーは何年もバイロンの元妻アナベラとアナベラとバイロンの一人娘エーダに熱心に財政援助を受けた。アナベラはエーダにメドラはバイロンの娘であなたの母親違いのお姉さんになるのよと教えていたのである。メドラは後にフランス人将校と恋に落ちたが 彼に捨てられた。その後彼女は、将校の元使用人のジャンルイ・タイユフェルと恋愛関係になり、南西フランスのアベイロンへ移り住んだ。メドラはそこで、ジャンルイとの息子、エリーを1846年に産んだ。1848年に、メドラとジャンルイは正式に結婚し、マリーとエリーは着室子と認められた。1849年、メドラは、 タイユヘルプ人として、フランスで死去した、ベティ・アレクサンドラ・ツール、アダ、ザ・エンチャントレス・オブ・ナンバーズ、ストロベリー・プレス、チャプター8、5 1から152、ありがとうございます。